おっぱいプルンプルン。やあ、せつづけいすけだよ。今回やっていくのは、谷間探偵のプルルン事件簿。もはや、スケベな妄想しかしないタイトルですけどね。なんか定期的にこんなちょっとエッチなゲーム実況してるような気がするな。実演でやったおっぱいの実況動画みたいな感じで。けどさ、やっぱみんな、おっぱい好きじゃん。嫌いな人なんか正直いないと思うんだよね。もしいたとしてもね、大丈夫、やっぱり私おっぱい大好き、おっぱい大好きって自分に言い聞かせながら見てくれればそれで大丈夫だと思うんだよね。まあ見てください、やっていきます。とある五つ星の高級宿屋、賢者エリー。ふう、いい湯だった、お風呂も最高だったね。賢者エリー。絶対賢者でねえだろお前。パンツ見えてるし、ナチュラルにパンツ見えてるし。賢いもので賢者だけど、あんま頭良さそうじゃないな。あとめっちゃムチムチしてるなお前は。うん、ほんとよかった。夕飯もすごく豪華で大満足だね。魔法使いのクレア。え、お前クレアって名前なん？なんかちょっとメグミと似たような雰囲気を持つなお前。なんかエクスプロージョン以外使えなさそうな感じの見た目してるなお前。けど胸がちょっとエロいな、やっぱこっちも。大きさは手頃ながらも胸がエロいな。こんなお城タイプの宿に泊まれるなんて夢みたいだね。いつもはダンジョンの中とか森の中で野宿だもんね。冒険者あるあるやな。冒険者だけ分からんけどな。そうそう、勇者が、宿代ケチって野宿ばっかりだもん。嫌になっちゃう。地面がゴツゴツして寝れたもんじゃないし、戦士のおっさんのいびきがうるさいし。うるさいよね。あと勇者がセクハラして来ようとするしだね。でも今日は女子二人旅だから思いっきりハメ外せるね。でもこの宿お高いんでしょ。勇者が強い武器買うために貯めてたパーティーのお金勝手に使って大丈夫かな。よくない。それはよくないわお前。大丈夫大丈夫、この前のクエストなんかほとんどうちらの魔法のおかげでクリアしたようなもんでしょう。あ、だったらいいわ、だったらいいわ。そりゃ貢献度に応じてね、結構頑張ってるタイプだね。なんだかボーナスですね。会社でもめちゃくちゃ活躍してる社員はね、旅行とかプレゼントされたりするしね。そういう感じですよね。うん、勇者も戦士も物理攻撃弱すぎだし、うちらの貢献度を考えれば豪華な宿に雇われるなんて安いもんよ。そうだね、パート使ってやりましょう。そろそろ夜も更けてきたから、お部屋に泊まって、お部屋に戻って寝ましょう。私お部屋でコーヒー牛乳飲もうっと。うわ、絶対コーヒー牛乳のおかげだな。その胸の大きさとかムチムチ感は、みんな多分みんなコーヒー牛乳毎日3本ぐらい飲んだらこんな感じでムチムチされると思うぞ。とんでもないセクハラ言ってるな。おやすみー、おやすみー。部屋に忍び込もうかな。めっちゃいびきでかいやつおる。誰今のいびき。いびきの主張がすごいんじゃ。誰か入ってきた。わあ、誰が入ってきたで。呼ばれしに来た。スケベな体のやつが2人もいるから、呼ばれしちゃおうみたいな感じで来たやつがおるぞ。スケベなやつが。防犯どうなってんの。あ、ギョヨなんだこの擬音語お前。こんな擬音語、イニシャル D しか見たことないぞ、お前。誰かが退治したな。え、今、変な音しなかった？悲鳴なのみたいなのが聞こえたわ。ちょっと、外出てみよう。うん。怖い。相変わらず、スカートなんかめくれてるな。確か、あっちの方から聞こえたはず。ちょっと、
あれ見て。どうした？だー、なんかスライムがすごい真っ二つやせる。液体なのにすごい断面綺麗に切れてる。キャーキャー、殺害されてる。これは事件よ。え、日常じゃよくあるような感じじゃないんこれ。日常じゃあるよくある風景じゃないんこれ。この世界だったら事件ですって。失礼、ぶっこかさせていただきますわ。何その言い方。誰だお前は。探偵みたいな帽子のやつがある。めっちゃスタイル良くてめっちゃボイんで谷間が見えてるやつがいる。まあこれ絶対一番上のボタン吹き飛んだタイプのやつじゃんお前。絶対服のサイズ合ってないもんこれ。腰がエロいんだよ。え、あなたは誰。私は谷間探偵ですわ。あなたが谷間探偵。探偵要素帽子しかないやん。谷間探偵、探偵要素帽子しかないやん。もう帽子脱いだら探偵だとは思えん。どっかのちょっとエッチな見た目の OL ぐらいにしかわからん。あの有名なあらゆる事件を名推理と美貌でプルルンと解決しちゃう谷間探偵さんですか。あ、マジでプルルルンと解決しちゃうんですか。プルルンって、プルルンって、プルルンってなんだよ。いかにも私があらゆる事件を名推理と美貌でプルルンと解決する谷間探偵ですわ。自分で言うんすか。あとプルルンってなんすか。どうやら事件が起きたようですわね。はい、殺害されてるんです。え、いやだからさ、この世界だったら日常的によく見る光景じゃないんこれ。ふむふむ、見事に真っ二つに殺害されてるわね、スライムなのに。逆にようこんな真っ二つにできたなって。その技術をどうやって習得したんですかね。ちょっと執事様、今日のこの宿に泊まっているお客様を全員呼び出していただけませんかしら。はい、かしこまりました。おっぱいエロいな。あ、誰か出てきた。新しいやつ出てきた。新しいエロいやつが出てきた。とんでもないスケベな見た目のやつが、うん、この世界じゃこういうスケベな格好って割と流行ってるのかな。ビキニアーマーってやつだな。防御力がすごいクソ低いやろうに、よくそんなんで冒険だよなって思ったな。本日お泊まりのお客様はこちらの3名様でございます。全員スケベですね。え、いつらは犯人じゃないよ。そうよそうよ、私たちは発見者よ。そちらの女性の方は。あら怪しい、その剣のべったりした感じの怪しい。これスライムを聞いた時か、もしくは勝ち切れてソーダのアイスをぶった切った時ぐらいしかないよ。なんだソーダのアイスぶった切った時って。あ、なに、部屋で崩れてたのに急に呼び出して。もう証拠がすごい揃っとるし、なんで揺らしたん。今なんで揺らしたの。おっぱい、おっぱい揺らさないと頭が働かない的な、そういう性癖の持ち主ですか。性癖なんこれ。おっぱいを揺らしたら頭が働くんです。参拝のスピードなんです。スケベなシャアだな。しかもプルルンするってなんなん。しょうもな。ブラジャーつけてないだろ絶対あんた。しかも見て、この女戦士さんさ、めっちゃ顔がギャグ漫画みたいになってる。もうこの女の人が見せちゃいけないような顔になってる。そう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 、やめて、ダメで、やめて、もう言う無礼言うらず、もう分かった分かった分かったから、やめて。この動画 R18 指定されちゃう。 YouTube の判断で R18 指定されちゃうから、やめてやめて、もうやめて、もうやめてって、やめてって。あ、俺がクリックやめればいいのか。止まった。
もういい。わかったな、整理してくれ。謎はすべて解かせていただきましたわ。いやいやいや、まあ言うてもね、推理するほどのもんじゃないしな。今回の事件、最大のミステリーは殺害方法ですわ。この殺害状況から犯人は鋭利な刃物で殺害したのは明らかですわ。うん、みんな分かっていることをわざわざ口に出して言わないでほしいですね。そして犯人はこの中にいますわよ。やだ、怖い。あんたら見て、剣見えてないか。隣の人が剣持ってるの見えてないのか。お前ら視力 0.2 とか出ないのか。お前コンタクトつけろ。この世界にコンタクトってあるんかな。鋭利な刃物を持っているそこの女騎士さん、あなたが犯人ですわね。あ、犯人、何のこと。とぼけても無駄よ。その刃物についている青いドロッとした液体が何よりの証拠よ。ああ、これはさっき私の部屋の前をモンスターがうろちょろしてたからぶった切ってやったまでよ。ああ、だったらしょうがないなって思うやけどな俺は。ほら、やっぱり私の推理を当たっていましたわ。うん、それ恥ずかしくない。みんな考えれば、ちょっと考えればわかることを堂々と言って恥ずかしくない。谷間探偵、真実はいつだって一つしかないんですわ。女騎士さん、あなたが犯人よ。これで事件はすっきり解決ですわ。さすが名探偵、かっこいい。そうだな、かっこよくはないわ。うん、かっこよくはないけど、まあ俺の性癖もすっきりした気がする。次回は谷本探偵ミッシーズトリックをブルルンと解決いたしますわ、お送りします。次も絶対見てくださいね。テレビ放送してたわ俺の動画で。なんかいつ俺かテレビ放送されてたわ、なんか知らんけど。おいおい、ちょっと待って、何を終わらせようとしてるの。ザコモンスターぶった切って犯人ってどういうこと。いやー、だって殺害したのは事実だし。そうよね。他人事や、完全にこの二人他人事や。あんたら見た感じ魔法使いっぽいけどさ、あんたらも魔法で散々モンスター倒してんだろ。それとこれとは。じゃあ聞くけど、宿の中でモンスターがうろちょろしててさ、夜中に自分のベッドに忍び込んできて、ベッドに潜り込まれてぐちょぐちょしてたらどう。スケベですね。それはやだな。確かにやだね。じゃあ悪いのは誰。モンスターかな。そうね、モンスターが悪いわね。はい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 、もうもっと悪い人がいます。それはこのスライムごときスルーしたこの宿屋の警備員です。でしょ、私が凶悪のモンスターをぶった切ってあんたたちを守ってあげたのよ。そんな私を犯人扱いするな。そうですね、ごめんなさい。凶悪なモンスターから守ってくれてありがとう。手のひら返し。もう話の流れでただ合わせるだけのこの女、ありがとう。お前もか。ただ話の流れでとりあえずうんうんってうなずいているだけの流れに沿った動きしかできないキャラクターだな、お前らは。あんたもだよ、探偵ごっこのお姉さん。はい、探偵ごっこと言われてる。まあその通りやけど、探偵ごっこって言われてるよ。探偵ごっこですって。あんた失礼ぶっこきすぎですわ。そのぶっこきすぎって言い方どうにかならん。私はあらゆる事件を名推理と美貌でプル。騎士の私がモンスターをぶった切って悪いのかい。いいえ、確かに犯人呼ばわりしたのは言い過ぎでしたわ。ごめんなさい。あなたはモンスターを倒した英雄ですわ。ひっくり返った。ひっくり返ったやん。そういうことだ。これで一件落着ね。何お前が閉めてんだ。うふふ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 ふ。何みんなでやったーみたいな感じで終わってんだよお前。事件性そんなになかったわお前。うん、俺かわいそう、いつもこんな役ばっか。いつか転生して
主人公になってやる。でもって転生した主人公が仕返しをしに行って、いやんラメという目に合わせる、あの4人を。そんな続編を期待していますよ、 KJ さん、作者さんの KJ さん。終わり。ああ、なんというかこうね、なんとかゲーム通してのしょうもろささっていうのがね、もうプルンプルンしてましたね。